TA-32 はドイツ海軍の水雷艇。元はイタリア海軍のプレムだ。イタリアの降伏により、1943年9月9日にジェノバでドイツが捕獲。TA-32 となった。当初はドイツは TA-32 を夜間戦闘機指揮官としようとし、フライヤとウルツブルグレーダーに 105mm 単装砲3機搭載とされることとなった。 しかし、艦艇不足から、この計画は、取りやめとなって、両レーダーの搭載はなくなり、105mm 砲4門、魚雷発射艦3門などの並走で1944年8月18日に、収益した。TA32 は、第10水雷軍に所属した。TA32 は5度の機雷不設と1度の陸上砲撃を行った。1944年8月30。 31日夜、ジェノバから出撃して、TA24、TA29 と共にアルノ川川口付近への艦砲射撃を実施。1944年10月1日夕方、TA32 は TA24、TA29 TA と共に、ジェノバを出撃して、機雷不施設に向かった。だが、その途中で、アメリカの駆逐艦、グリーブスの攻撃を受けた。 戦闘中に TA29 と TA24 が衝突して損傷したが TA32 は損害は受けず3隻はジェノバへ引き返した1945年3月17日 TA32 はジェノバを出撃してコルシカ島の北に嫌いを伏設した18日他の場所で嫌いを伏設した TA24TA29 と共に帰島中イギリスの駆逐艦 ミーティアとルックアウトに攻撃されて TA24 と TA29 は撃沈され TA32 も損傷した。1945年4月24日ジェノバで自沈した。ありがとうございます。